6月も後半ですが、西日本ではまだ気象庁から梅雨入りの発表がない地域があります。それが九州北部から近畿地方にかけて、いつもの年よりも10日から2週間くらい発表が遅れているという状況です。ただ、一つの地域で見ると、梅雨入りから梅雨明けまで、期間としてはおよそ1ヶ月半ありますので、日本の四季にもう一つ季節があると言ってもいいくらい長い期間で起こるものです。なので、いつからいつまでが梅雨ということを決めるのは難しいです。じゃあ、この先梅雨が来ないのかというと、そうではありません。金曜日になると西の方から前線が北上し始めて、土曜日、日曜日、さらに本州付近まで北上します。で、前線上に低気圧が発生して、次々と通過して広い範囲で雨を降らせるということになってきます。で、この先西日本では金曜日になると雲が広がって九州や四国で雨が降り出します。土日は広い範囲で曇りや雨となりそうです。東日本、北日本も同じような傾向です。関東に関してはそれよりも前の木曜日、金曜日あたりから湿った東寄りの風が吹いて雨の降り出すところも出てくるかと思います。週末にかけては全国的に梅雨らしい天気となりそうです。